このぐらい弾けたらいいですよね。これからはですね、はい、中級者コースチャプター1っていうのを始めたいと思います。初級コースですね、ブルースを使って、サウンドの母体を作ったわけですけども、ちょっと上から映してもらえますか。はい、例えばですね C、 それから F7、 F、G、ね、こういう形で G7 もこうありましたけれども、こうやって押さえた上に音をつなげるとですね、いいですか、左手変わらないですよ。左手このまんまでいきますね。こういうふうにですね、なんか妙にかっこいいやつの母体をですね、実は初級編で徹底的に練習したわけです。例えばブルースでもですね、はい、じゃあちょっと普通の画面、今見てもらったようにですね、初級編でやったことが何ら無駄にならないようにして中級者コースに持っていきたいと、このまま上級者コースの基本にもなります。中級者コース、少しはコードネームを知ってる人、また初めての人、まあ初めての人は初級者コースから見ていった方がいいんですけども、音楽の仕組みですね、鍵盤低い音から高い音まで流れちゃんと並んでて、途中で急に高くなったりとかしたら誰も弾けない鍵盤になっちゃうんですけど、それをですね、ちゃんと順を追って、ナイスなサウンド作り、ポピュラーピアノの弾き方、ジャズピアノの弾き方、単語の弾き方まで含めてですね、全部いけるわけです。安心してお付き合いください。中級者コースチャプター1始めたいと思います。